버스를 또 타러 가볼까? 여기서 남쪽이랬지? 바로는 어떻게 될라나 모르겠네. 30분 배차 간격이랬으니까. 여기 저 사면 돼? 지금 뭔 사람들 저기 서 있고. 일단 차편 몇 분 남았나 좀 보자. 次の 発車 時刻は 10분 後 때 ところか. 待っていればすぐに来るわね。ウルスラ病院か。行くのは久しぶりだわ。ああ、俺もそうだよ。本当ならすぐにでも訪ねるつもりだったんだけど、毎日忙しかったからな。あら？病院に行くってどこか具合でも悪いのか？いや、知り合いが勤めているんだ。ずいぶん世話になった人でさ、戻った挨拶をしたかったんだけど。병원이라는사람한테그렇게막찾아가도되나？바쁠텐데。お互い忙しかったから先延ばしになってたんだよな。なるほど、そうだったの。勤めてるってことは医者かなんかか？いや、看護師をしてる人だよ。あ、세상바쁠텐데。若手のまとめ役みたいで毎日とんでもなく忙しいみたいだ。그런데그냥막찾아간다고？看護師ってことはあれか？もしかしてナース服着て優しく検温してくれるお姉さん？え？うん？まあナース服は仕事着だから着てると思うけど。ふふ。そのお姉さんいくつ？俺より5歳上だから23歳になったかな。うちの隣に住んでた人で姉さんみたいな人だったんだ。美人？うん、綺麗な人であるとは思うけど。2歳年上のお姉さん、しかもナース服と着たか。ストライクど真ん中！よし、みなぎってきたぜ！あお、건강한게보기좋네。いや、俺は幸せだな。お前みたいなマブたちと巡り合うことができて。というわけで紹介よろしくね。あのな、男子っていうのはこれだから。ちょ、そこで俺も入れないでくれよ。ティオちゃん、どうしたの？さっきから考え事をしてるみたいだけど。그렇게싫었나？あ、いえ、少々病院とかは苦手で。あいご、注射が무서워요。消毒液の匂いとか注射とかがちょっと。진짜？そっか。大丈夫か？난병원냄새맡으면은좀침착해지고좋던데。なんだったらティオは？問題ありません。ちょっと苦手というだけで嫌いというほどではないです。来なくてもいいとか言ったら怒りますよ。言わないって。危ない危ない。少し気をつけなくちゃな。それに私もロイドさんのお知り合いには会ってみたいですし、この前通信機で嬉しそうに話していた人ですよね。あい、그걸또봤나？どうしてそれを？ロイドのお姉さんみたいな人か。ちょっと会うのが楽しみになってきたわね。おお、どっちかっていうとメインイベントになりそうだぜ。あくまで操作優先だからな。10分동안이러면서노는거야。あ、그새또사람들이왔네。来ないわね。で、아무도의자에는안앉아？그냥저렇게줄서있어？어、불편해。30分経過です。설마또뛰어？おいおい、ロイド、10分後に来るんじゃなかったのかよ。俺に言われても。しかし妙だな。さすがに遅すぎる気が。やっぱり来てないよな。뭐요뭐요。뭔데？思ったな。本当にどうしたんだろう。こっちから通信入れても何の返事もないし。あの、どうかしたんですか？ずいぶんバスが遅れてるみたいですけど。お、いや、何かトラブルが起こったみたいでして。
버스 트러블을 하면은 나는 실미도 밖에 생각이 안 나. 청와대로 가는 거. 일도 버스의 운전수から 통신이 왔던んですけど, 도중에 부츠리도 끊어졌는데 오토가 なくなってしまったんです. 저런. それって 트러블의 匂いが しますね. ところで 兄さん どこの人なんだ? あ, 僕は クロスベル市 交通課のものです. 一応 自治州で運行しているバスの管理をしているんですけど、 警備隊に連絡するのもなんだし、 やっぱりギルドに頼るしかないかな。 みんな いいか? 경찰에는 안중에도 없구나. 네, 分かってる。 仕方ないですね。 ま、 これも巡り合わせだろう。 あの、 その役目 自分たちに任せてくれませんか? え? 君たちは? クロスベル警察特務支援課の者です。 これから捜査任務で医科大学に向かうところでした。 え? 君たち警察の人? そっか、 雑誌で読んだことがあるな。 아우 창피해라. 뭔 잡지가 세상 사람들 다 읽는 거 아니야? 警察がギルドみたいな市民サービスを始めたって。 その、 厳密には同じではないんですけど、 バスの様子を見に行くくらい問題なくできるかと。 そうか、 それならよろしく頼むよ。 なんだったら遊撃士の応援でも頼んでおくかい? 어우 개무시당하네. 이야 多分大丈夫だと思います。 みんな 行こう。 에 오요 了解です。 와 결국엔 또 뛰네 이 사람들. 일렬로 나란히 제자리 걸어오고 있구만. 보기 좋구만. 가볼까? 그럼 어디로 가야 되냐? 위쪽은 공항이고 이렇게 아래로 가야 돼? 아 멀다. 넌 여기 뭐 이러고 서 있냐? 버스와의 통신 완전히 끊긴 모양이야. 가도의 상태를 보고 오는 것만으로도 괜찮으니까 부디 잘 부탁해. 상태만 보고라는 건가? 아니면 끝까지 길을 뚫고 가야 되나? 일단 가보면 알겠지. 또 여기도 뭐 마수 있는 것 같고. 또 귀엽진 않구나. 아우 징그러. 뭐 좀 있나? 아레와. 치. 역시 예상通りか. 오. 난데 こんな 時に 마주가. 아, 에이도스요. 도가오 마무리 くださいい. 버스 안에 있는 게 좀 안전하지 않겠나? 저거를 저렇게 대놓고 나와 있는다고? 날 잡아 잡수 아니야? 大丈夫ですか? 오 징그러. 안타나와. 경찰의 ものです. 撃退すから 中に 入っててくれや. 어우 버스가 배경이야? 어쩜 좋을까? 이럴 줄 알았으면은 S브레이크를 애껴서 오는 건데. 나 한 대 쳐보면 알겠지. 스킵. 오 따따따 하고 막 열났네. 아우 따 센 거 봐라 이거. 겨우 잡네 얘도. 잡는 거지? 다굴 오버킬 떴네. 아 죽는 줄 알았네. 경험치. 아 많이 준다. 좋아. 아이고 좋아라. 랩업이. 아 이게 안 된다고. 오모잘라고 막. 하하. 아무튼 됐어. 이겼다. 꽤나리 대거웠다나. 소네. 随分 大きかったけれど. どこから現れたのかしら? どうやら森林地帯に生息する種のようですが、 何かのきっかけで街道に出てしまったのでしょう。 珍しいこともあるもんだな。 あんたらよくやってくれた。 그 버스로 좀 득이 박아주지. 그거를 계속 보고만 있냐? いや助かったよ。 一時はどうなることかと。 いえ 無事でよかったです。 今の魔獣のせいで足止めを食らってたんですね。ああ、そうだけど、その前に動力エンジンが故障を起こしちまったんだ。仕方ないから一旦停車して調べてみようとしたんだが、
そこに今の魔獣が現れて立ち往生する羽目になったのか。通信機の調子が悪かったのもエンジントラブルが原因ですか？ああ、バスに搭載している通信機はエンジンから動力を取ってるからな。おっと、こうしちゃいられない。なんとか直せないか確かめないと。그좀출발전에점검좀잘하지끝이야아니구나이모습だと復旧にはまだかかりそうね一旦町に戻って交通課の人に報告した方がいいか。はあ、これも運命ですか。ま、面倒だけどそうするしかねえかもな。おい、뭐야아주야아주야そんな、まだいたの。さすがにまずいな。おい、ロイド、格好撃破に持っていくぞ。遊客さんにはあのしな、おしゃすめなんで。さすがに全部は相手にしてらんねえ。おお、いや、ダメだ。それだとバスが襲われる可能性がある。그냥버스를포기하자。ち、それもそうか。とにかくすぐに対処しないと。来ます。あ。うりゃ。お。유격사님아이고든든해라요시야아에에스텔에스텔이끄요이끄요이끄요아소라역시유격사님이야든든해아주좋아라なんとか間に合ったかな。エステル、大丈夫かい？うん、私は別に。なんとかヨシアの切り込みのタイミングを作れてよかったわ。それはそうと、もしかしてクロスベル警察の人かしら。南口のところで交通課の人から話を聞いたんだけど。ね、맞습니다、선생님。ああ、その君たちは。いきなり現れて混乱させちゃったみたいね。あにょ、감사합니다。はじめまして。私はエステル。エステル・ブライトよ。僕はヨシュアと言います。遊撃士協会、クロスベル支部に正式配属になったばかりです。역시遊撃さんにんでるや。やっぱり遊撃士か。自分たちはクロスベル警察。特務支援課に所属するものです。危ないところをありがとう。本当に助かったよ。いいって。あなたたちも結構やりそうだし、余計なお世話かなってちょっと思ったんだけど。あよ、あにみだ。いや、正直危ないところだったよ。正直かね。俺はロイド、ロイド・バニングスだ。はじめまして、エリー・マクダイルです。うっす、ランディ・オルランドだ。ディオ・プラトです。よろしく。ロイドさんに、エリーさんに、ランディさんに、ディオちゃん。이름잘외우네。난힘든데、그거。あれ、ディオにロイドって。ちょっと面白い偶然だね。뭔데？私たちの名前が何か？아전작의이름이비똑같은애가있나공부하다가얼핏본것같기도한데 고멘고멘아지들끼리만아는얘기하네얄밉네저도시리아이니디오와로이도상가있다から오모시로이偶然だなって思って맞는것같네もちろん全然似てないけどね내기억으로는티오도어린애로알고있는데아니었나아하そういえば動力バスの方はどうですか。どうやらエンジントラブルを起こしているみたいですけど。ああ、クォーツの接続不良が原因なのは確かみたいだが、
困ったな。こんなことならもう少しちゃんと整備研修を受けとくんだったぜ。そのよかったら少し見せてもらえますか。ひょっとしたらなんとか修理できるかもしれません。싸움도잘하는데공부도박직하게했나봐。お、本当か。そういえばヨシア、飛行船の操縦とかできるもんね。わあ。簡単な整備ならお手のものか。いやー、さすが遊撃士、いざっていう時は頼りになるな。いえ、たまたまですから。겸손하기까지나ティオスケ、お前エンジン修理とかは。いえ、門外漢です。動力ネットの関連機器ならそこそこわかりますけど。저런。そういえばあなたたちはどうしてここに。그냥지나가는길이에요。산책가는거예요。아타시たちみたいに手配魔獣を探しに来たとか。아실력이안되는데관리가있나그런걸。이야そういうわけじゃないけど。警察の任務でこの先にある病院に向かうところだったんです。そこでちょうどこの騒ぎに出くわしてしまって。얘네가말하는소배마수가신랑이었나그거일가능성은없는건가。この先の病院、聖ウルスラ医科大学でしたが。へえ、そんな場所があるんだ。あ、それじゃあこの場は私たちが引き受けるわよ。用事があるんだったら先に行った方がいいんじゃない。それはせっかくだからお願いしよう。エステルさんにヨシア君だったかな。あ、呼び捨てでいいわよ。見たところ同い年くらいだし。そうだね。できればお近づきの印に。아니님자붙여서불러야지。이쪽은전작주인공에다가응공적이있을텐데너무무시한게。아それじゃエステル、ヨシア、動力バスのことをよろしくお願いするよ。うん。君たちの方も気をつけて。動力者といい、なんとかネットワークってのといい、クロスベルは進んでるわね。てっきり私リベールが一番動力技術が進んでると思ってたけど。まあリベールも技術先進国だけど、伝統を大事にする傾向があるからね。それに動力ネットワークに関してはエプスタイン財団の肝入りみたいだ。その意味では今一番動力化が進んでいる場所はこのクロスベルかもしれないな。なるほど。ティータとか連れてきたら飛び上がって喜んじゃいそうね。そうだね。エステル、寂しい。あんな形だったけど、ちゃんと再会できたしね。あれから3ヶ月か。みんな元気にしてるのかな。大丈夫。きっとみんな元気でいるさ。誰の話かね。뭐또바로한숨부터쉬엔유격시교회의뉴페이스에스텔과요시아가난다가思わずため息が出てしまうわね。私たちと同い年くらいだけど相当高位の유격시なのかしら。정유격사를했었나모르겠다。아間違いねえだろう。あの身のこなしと技のキレ、かなりの修羅場をくぐってるぜ。정유격사는퍼스트챕터때였고세컨서드는아예모르겠다。거긴아직못봤다。そうですね。私たちが苦労した魔獣はあっという間でしたし、今後はあの人たちも商売敵になるわけですか。そうだな。落ち込んでも仕方ない。俺たちは俺たちで頑張ればいいさ。それに商売敵というよりいいライバルって考えておこう。굉장히생각이느슨하시네。저걸보고도라이벌이라고한다고。선생님이야선생님。そのほうがやる気が出てこないか。ライバルというには実力差がありすぎる気が。うん。まあそれでもあのハリオスっておっさんよりはまだ追いつけそうではあるかもな。うん、それは確かに。まあ気の持ちようってことさ。せっかくの彼らの行為だ。
このまま病院まで行かせてもらおう。また徒歩ですけど、まあ仕方ない展開ですね。せいぜい少しでも体を鍛えておきましょう。이정표같은게보이는걸봐서는다온것같지다온것같다도로도말끔해지네어따널따이내주차장이두개밖에없어버스그건가들어가대여기여긴성우르슬라의과대학병원죽여서우르슬라병원이야외래손님문으로들어서한쪽건물로들어가아감사합니다와늘따ここが医科大学か。うう、なかなか立派な施設だな。セイウルスラ医科大学、大陸有数の総合病院にして、医療研究機関として有名ですね。そんなに有名だったのか。確かに、バスの本数が多いあたり、利用者はかなり多そうだけど。もともとは、医療先進国であるデミフェリア公国の協力で設立されたと聞いているわね。그렇구나주변諸国からも重病人を受け入れてるって聞いているわおっとナース服のお姉ちゃんたちがいるじゃんいやー眼福眼福나도보여줘ランディは元気だな今までにも何度か車で訪れたことはあるけどやっぱり徒歩で来ると結構な距離だったわねティオ왜또반을생각나서무섭나さすがに疲れちゃったいえ平気ですアルモリカ村ほど遠い距離ではありませんでしたし그건그런데ならいいけどあんまり無理はするなよええご心配なくそれよりロイドさんはお知り合いのお姉さんに会わなくてもいいんですか비번이긴한거야근무시간이며칠려고そうか、それもあったな。ほらほら、ロイド、とっとと会いに行こうぜ。はあ、なんでランディがそんなにテンションを上げるんだよ。まあいいが。セシル姉だったら話も通しやすそうだし、病院の受付で呼び出してもらおう。よっしゃそれじゃあ、正面の病棟に入りましょうか。ね、접수처가야지。뭐환자는안보이고꼬마가혼자이렇게있냐너뭐냐아수염인줄알았네큰병원이네할머니잘계셨으면좋겠다아이고건강하시게오이게여기간호사복인가하이염운병하러오신분이신가요 저뒤에서저렇게좋아하네진짜백의전선역시다르구나진짜그건대체무슨 있지그런게대여하는옷그런게죄송합니다일단들어가보자구경은천천히해야되니까오이쁘다よかったそれほど混んでなさそうだそうね混んでいる時は待合室がいっぱいになるものね早速お姉さんのこと受付で聞いてみる？ああ、呼び出してもらおう。가자가자가자。누구한테물어볼까？누나。ようこそウルスラ病院へ。今日は外来ですか？それともお見舞いでしょうか？な、いえ。クロスベル警察特務支援課のロイド・バニングスと言います。今日は。捜査任務のためにこちらに伺わせていただきました。ああ、警察の方だったんですか。なん、ルナ불러달라고경찰인척하는줄알았네。おい、놀래라。捜査と言いますと、やはり例の魔獣騒ぎでしょうか。ええ、自分たちの方でも調べるように警備隊から要請がありまして、関係者に一通り話を聞かせていただければと。わかりました。うそ？そうですね。病院長は留守ですし、看護師長をお呼びしましょうか。その、実はですね、個人的な知り合いがこちらに勤めていまして。
その人がお忙しくなければ案内してもらおうと思いまして。なんだか緊張してますね。そりゃナースのお姉さんで美人とくりゃ緊張もするだろう。それはあなただけでしょう。ロイド、おもん、おもん、あ、おもん、綺麗な人、グラマーです。わお、あら、セシルさん、ちょうどよかった。こちらは警察の方だそうで。いきなりごめん。先に連絡すればよかったかな。왜갑자기울어몇살저세실은해やっとやっと会えたわね。おかえりなさい。本当に久しぶりね、ロイド。会いに行けなくてごめん。しばらくずっと忙しくてさ。それよりさすがに少し恥ずかしすぎるんですけど。いいから、このままお姉ちゃんに抱きしめられてなさい。あもう背もこんなに高くなって。前に別れた時は私と同じくらいだったのにね。그쪽이더커보이는데키는そりゃ育ち盛りの3年間だったし。なんていうか想像以上に甘々ですね。おのれロイド、あんな素敵なお姉さんを。여태들어본목소리중에제일분노찼는데여기또어디야와우하じめセシル・ノイエスと言います。글래머라고할만했네와우どちら様かと思ったけど、ロイドの同僚さんだったんですね。あ、はい、エリー・マクダイルです。どうも、ティオ・プラトーです。ランディ・オルランドス、どうぞお見知りおきをよろしくね。でも私ったら慌てんぼうね。てっきりロイドが彼女を連れて遊びに来たかと思っちゃったわ。ちょ、何を言い出すのさ。だって3年ぶりでしょ。彼女の一人か二人くらい作ってお姉ちゃんに紹介してくれるのかなって。ひょっとして本当に付き合っているけど仕事だから隠しているとか。머릿속이굉장히꽃밭이시네。ごめんなさい、悪いことをしちゃったわね。あのね、それでどっちと付き合ってるの。エリーさん、ティオちゃん、それとも二人一遍にとか。だから違うってば。もしかしてそこの彼と。그런취향까지허용해주는거야?굉장한데. 私もそういうのには理解のある姉でいたいから。와우. 全力で応援させてもらうわ。いや、そこは反対するところだから。なんだかユニークなお姉さんですね。天然なところも素敵だ。それで。セシルね、魔獣騒ぎのことなんだけど。うん、そうだったわね。市長から許可はもらったから私が説明させてもらうけど、一週間前の夜のことよ。うん、うちで研修医をしている人が魔獣に襲われてしまったの。ただおかしなことがあって。警備隊の調査によると被害者の勘違いの可能性もあると書かれていましたが。そう、やっぱり半信半疑みたいね。私
私も詳しくは知らないけど、病棟の屋上で襲われたらしいの。屋上？그건또상상치도못한장소네。どういうことでしょう。病棟の屋上は庭園みたいなテラスになってるの。奥には先生方が詰めている研究棟なんてのも立っていてね。なるほど。要するに魔獣が出るような場所じゃありえないってことっすね。ええ、警備隊の人たちも最終的にそう判断したみたい。でもやっぱりどこか納得いかなかったんでしょうね。あなたたちに調査をお願いしているところを見ると。いや、どうかな。正直そんなに期待されてはいないと思ってるけど。謙遜しないで。クロスベルタイムズを読んだけど、すごく頑張ってるみたいじゃない。진짜안읽는사람이없구만。대단하네。そうか、あの旧市街の事件か。ひょっとして俺たちのことをかっこよく書かれちゃってます？そうは書かれてないけど、頑張ってることは伝わってきたわ。それにちょっと前までうちに怪我をしていた男の子たちが入院していたんだけど、お見舞いに来た仲間の子たちからちょっとだけ話を聞いちゃったの。あなたたちに大きな借りを作っちゃったって。어그양아치친구들인가소소だったんだ。오모시로이구전ですね。이야テレちゃうな。란디さんはそれほど活躍してないと思いますが。でもそうね、この先は実際に被害に遭った人から直接聞いた方がいいかもしれないわね。うん、できれば紹介してほしい。それと実際の現場を調べておきたいかな。わかった。どちらも案内するから任せて。あとセシルね、時間の方は大丈夫？うん、ちょうど今は休憩時間になっているから。それじゃあまずは病院棟の2階に行きましょう。あの휴식시간에참미안하네이거。みんな私についてきて。はい、了解です。お供します。みんないきなりセシル姉に馴染んでるな。